今日はね、もう最終日なんですけど、日本一お参りするのが大変みたいな神社と、あと鳥取砂丘の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。あ、今日は始まりません。ラスト、最終日。はい。一言。あ、一言。砂丘でね、僕の青春を。ここじゃもう丸見えですね。丸見えでやべえなってみたいな気がするんですけど、一応ここがね、ホテル。鳥取砂丘の、ね、駐車場に着いたんですけど、まあ私はね、今まだね、もう日本にね砂丘があるなんてこう信じれてないんで、まあ本当にそんなのがあるのかと、そういうことをね、こう今から目で、ね、確かめに行こうかなというふうに思います。ちょっとおつらい。うおー、すごい、本当に後ね、レンタカーを返して、今回の旅はね、まあ、一旦レンタカー借りての旅っていうのが終わるということで、楽しかったですね。想像した以上にね、充実した5日間、6日間がね、過ごせたんじゃないかなというふうに思います。それでは皆さん、次のところでお会いしましょう。ショーズライフ。やばいやばい、体重かけると。じゃあ、今回お疲れ様でした。はい、いろいろあったんですけど、無事に乗ることができて良かったです。運転の練習に回って良かったです。いい教習所。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイ。あ、この